FM。 天気雨と VU バックの話しましょうよ。まあ、あの天気雨という楽曲を今回あの僕初めてシングルとして版になる作品をリリースするっていうソロとして、で、まあ、書き下ろしで書いていただくのが今回のこの天気雨という楽曲だったんですけど、めちゃくちゃもう思った10倍ぐらい素敵な、そう、さっき話したんですけど、皆さんは素敵な曲になってありがたかったです。大丈夫でした？いや、めちゃくちゃ、僕なかなかない曲ですよ。それこそ僕もこういう今回のリリースに合わせて取材とかやらせてもらって、うん、ライターさんのこととかと話すと、なんかこう歌詞を読むと報われてないって言われて、うんうんうん、いやでもそれは狙いというか、うんうん、そういうなんかその切なさと、なんかでもサウンドのこう華やかさがすごい憂いを生んでるというか、うん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 、そこがすごい狙いでもあったし、なんか自分自身がこの30っていうタイミングで出す節目にとっては、はい、なんかある意味いろんなことを乗り越えるとか、うんうん、なんか何かをやっつけるとかじゃなくて、はい、飲み込むっていうことも大人になるステップでもあるじゃないです か、うんうんうん、なんかそういったことをすごい表現した曲になったなと思って、うんはいはい、僕めちゃくちゃ好きです。まさになんかそれはすごくイメージしてて、なんかこう何もかもが自分の思い通りにならないじゃないですか。なんかそれはすごくこう歌を作るときに、もちろんポジティブな歌詞を書くときもあるけど、私は結構その現実の中でそれが音楽っていうものに落とし込められて、少し夢の世界になってリスナーに届くみたいなところはすごく好きなんですよ、その感覚が。なるほどなるほど。だから結構切ない歌詞を書くことが多いんですけど、でもさっきも言ったけど、なんかやっぱ天気雨っていうテーマをいただいて、なんか私の中ではパレードみたいな、なんかそういうなんかパレードって始まった時はすごく綺麗でキラキラしてるけど、こう終わっちゃうのも一瞬だし、なんかどんどん過ぎていくたびに、あ、終わっちゃうんだ終わっちゃうんだって私すごい思っちゃうんですよ、パレード見てると。でもなんかそういう楽曲にしたいな。すごく世界観は華やかで、ブラスが元気になっててコーラスがいっぱい積んで、そばに人はいっぱいいるんだけど、自分の心はまあたった一つであって、それを歌っているっていうのはなんかすごく意識して作りました。いやだからなんかすごい、ありそうですごいない曲だと思うし、LDH の中でも言うと多分こういうなんか題材を特に歌ってる人っていないだろうなっていう感じもあって、そういうのすごい新しい切り口で良かったなと思うし、なんか多くのこう、まあ、ファンの方もそうじゃない方も含めてすごい楽しんで受け取ってもらえたらいいなってすごい思って、だからなんか映像も作りたいなって思ってるんですけどね。なんかパレードいつか撮りたいパレードパレードの MV をね、私あれやります。なんか花吹雪役、うん、そう手だけ出演、もったいなすぎでしょ手だけ、あの爪はこれでこれであの爪はこれは絶対そうやって、うんうん、ぜひ聞いていただけたらなと思います。いや天気雨すごい素敵に、やっぱ不安でした最初でも来た時。いやもう正直に話してください。正直に不安だって言ったじゃない。不安でした結構びっくりしました。不安っていうかその分かんないそうなんですよね。そうそうそう、だしその男性器でそのまま歌うしとかいろいろこう、ね、それは本当に私も分かんなくてその結構男性に書かせていただくことが多くて。ああ、そうですよね。そうなん、女性ほぼ、まあ、ほぼっていうかもう K-POP のアーティストと、まあ、アニメの方、アニソンの方に声優さんに書いたことはあるんですけど、やっぱ男性の方が全然多くて、でも自分のキーで一回書いてくださいって、やっぱそのキーで書いた感情をそのまま落とし込みたいけど、そうそうそう、でも低すぎるとか高すぎるとかが今回の曲ちょっとレンジが難しくて本当にすいません、ね、いやいや全然全然、ね、いやいや結果でもなんか、うんうん、そのない形になるじゃないですか、 その、うん、だからそれはそれすごい良かったなと思うし、いや難しかった、そのキーだけなんか
あとコード進行もそのやっぱ華やかなで切ないものをしたかったから、うん、結構そのコードにメロがくっついていくっていうそういうコードなんですよ、うん、だからこそそのメロをなかなか変えられなくて、なるほど、こうなるよねっていう、そうそうそう、こうなるしかないよねっていう、そういうレールがあって、うん、それもあってなんかそれ私もどうしようかなって思った部分あったけど、でもレコーディングしたらなんか全然いやいやいや、ありがとうございます。いやでもそうっすね、なんか最初2番までで2コーラスとかにするみたいな話もちょっとあったじゃん、うんうん、はい、でもなんかいや展開欲しいっすみたいな感じで言って、うん、結果めちゃくちゃ展開ある感じにしていただいたんですけど、モリモリ最後めっちゃララララ最後ラララララ言うやんみたいな、でもそれもすごいなんか、うん、なんかああいうのってこう、うん、こういうそういうやり取りをしながら、うんうん、こう生まれていくものだし、なんかそれがすごい生まれてったなと思って、うんうん、今思うと、うん、最初のタックさんが作ってくれたポッシブルも、はい、一人で歌うんだからいろんなシチュエーションがあった方がいいって言ってめちゃくちゃいろんなシチュエーション作ってくれたんですよ。あ、確かに。でそれはなんか自分の中でへえなるほどみたいな、ソロってそういうもんなんだって思ったりもしたし、うん、あ、そう、それはね、なんかめちゃくちゃなんか自分っぽくもあるのかもしれないです、今回の天気雨。なんかでもすごい私は片寄せさんっていう感じがすごいする、この温かくて元気で華やかだけどなんかすごく芯が凛とされてて、なんか言葉を選んでお話しされるじゃないですか、素敵な言葉をいつも使われるじゃないですか、お話しするときにその感じがすごくこの天気雨には出せたのが嬉しかったなって思って、でもなんか夏のなんかこうマーティーニみたいなそういう曲も出してほしい。夏のマーティーニなんかわかんない、なんかちょっとボサノバみたいな合いそうだなとか、あ、確かに、なんかちょっとゆるく歌うチルっぽい、うん、なんかもっと気抜けた感じソングもなんか今度書いてみたいなとかいろいろ考えながら書いてました。うわ嬉しい、それやりましょうよぜひ。もうなんか絶対合うと思うんですよね。それをやりましょうよ。はい、夏のマティーニ、うん、なんか夏のマティーニ、まあ、秋のマティーニ、冬のマティーニでもいいですけど、そういうちょっとゆったり、いい、ね、今回結構意外と歌入れると BPM 速くなかったですか？なんか確かに私ゆっくり作ったつもりなんですよ、バラードだったじゃないですか最初。言葉結構詰まってるとこある。それはごめんなさい。どこで息すんねんって、ね、いやいや、サビ全部詰まってるから。そう、すみません、どうしよう、歌うとき大変ですよね。あ、これ一息でいくつもりなんだみたいな、そのサムデイから、うん、私のまで、あ、これ両方歌うつもりなんだ。いや、でも予想を歌ってほしいなと思って、ファンの方とかに、なんでだらにゃ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 、うんうん、だからあーみたいな。違う？いやでも、違うの？本当にめちゃくちゃいい。私はじゃあやりに行きますね。あ、ありがとうございます。おーってっていう、いや、ぜひ、はい、うわー、そうか、いや本当最高の仕上がりになりました。ありがとうございます。ヨセ FM、あのもう一曲あって、もう一曲あるんですよ。もう一曲 MV もあるんですよ。ねえ、あれすごい素敵な。こっちも話さなきゃいけないんで。話しますよ。あの今夜はブギーバックというもう大名曲をカバーするという企画で、うん、僕結構そのなんかジェネレーションズというグループに所属してきて10年以上は経ってるんですけど、はい、みんなで結構そのいろいろ自分たちなりにこういうことやってみたら面白そうだねってこう話す機会も多くて、うん、なんていうかちょっとこうプロデュース癖みたいなのがみんなあって、僕もこうそういう脳みそから出ている発想というか、あ、はいはい、結構いやこれなんか片寄せ亮太1990年生まれでしょ、うんうん、30年前の曲でこれこのめちゃくちゃ名曲を片寄せ亮太のこのキャラクターでこの感じでやったら面白いんじゃないかっていう企画案スタートなんですよ。企画者。そう、企画者。で、それをそのまま審査協力に投げて、はいはい、あのこういうアーバンでチルなレンジにしたいんですよねっていう、うん、そしたらもうめっちゃいいですねって言って、でそこからもめっちゃいい、あのドドドって進んでいって、はい、なんか今回初めてこうソングを楽曲として、うん、まあ崎浦くんのトラックに乗っかってやっていただいて、はいはい、で、はい、しかもあのカバーでも原曲あるものにも乗っかっていただいて、うん、そして無茶振りのラップ
にも乗っかっていただいて、だいぶチャレンジしていただいたと思うんですけど、どうでした？もうでも最初から最後までなんかね、レコーディングにはすごい神谷すごいですね。ギャルを連れて行っていいかっていうのをOKしていただいて、レコーディング、しかも天気雨、うん、今夜はの順番で撮ったんですよね。撮りましたね。2日間連続でやって、ね、すごいノートが強いなと思って。いやいやいや、全然天気雨やって、次の日に、うん、なんかギャル申請してますみたいな感じでなんか一人明日来る人多いっすよねみたいな感じでなんかこれギャルらしいです、ギャルのガヤをね、ギャルが来るらしいですみたいな、あ感じででもそう、あのギャルがやっぱ、うん、いい味出して、役者というか、そうなんですよ。なんかいろんなカバーがある中で、そのもちろんその当時の MV とかちょっとレトロな感じで撮って、はいはい、すごく素敵なんですけど、なんかその今っぽさみたいなところ、ちょっとだるめにちょっとけだるく歌ってるなんかギャルがこの、まあ、オールドスクールなラップをしたらすごく素敵になるんじゃないかなと思って、うん、あのちょっとご無理を言って、いやいやいや、ご無理なんてもんじゃないですよ。あれはすごいアプローチでしたよでも私もうこれ良くない、良くない、これが好きすぎてこれ良くない、良くない、これそこだけずっとこうやって聞きました。いや、あれこだわりましたもんね。あれはもう本当最高、やっぱあれがハイライトです。あれができる人はいないですもん、だって。いやいやいや、今までカバーした人でも、まあ、確かにいないじゃないですか。うん、だからそれこそやっぱ企画者目線で歌ってるかも。お前ここでセリフをやれと。ああ、それでやったんですね。そうで、これやったら面白いかなってどっかにずっとあって、ちょっとやってみようって思って。あのぶち上がってましたよ、ギャル。ねえ無理、本当に最高なんだけどもうこれがいいよ、ね、キャーみたいなもう本当にそんな感じでしたよね。あれはあれだ、あそこだけ俺だって崎浦くんのミックス修正しました。もうちょっとだけ俺の生上げて、わかる、めっちゃ私もえ待って、ちょっと片足さんの声が小さいと思ってそこだけ言おうかなと思って言うかなって思って、そういや、あのギャルズの盛り上がりは生かした方がいい、うん、いや全員叫ぶと思いますもうそうかな、だってもうやばいもんもうあの感じで散るじゃん、散るじゃん、散るじゃんってなって、うん、急にあれ言われたらもうってもう抜かれる、いいよいやいやいやあれはちょっと遊び心でしたね。いや、なんかすごい素敵、遊んでくれたからこそ生まれたし、あれでなんか普通にラップだけだったらやんないじゃないですか、うん、多分なんか、うん、あの幅があったら、あの幅があったら俺その幅の余力であそこ通れたみたいな感じですよ、多分。なんか今までのね、ブギーバックはすごく名曲でね、コラボの中でも面白いコラボに、ね、そう、タクさんにそっちも聞かせたんですよ。お、なんて言ってました？そしたら、なんか明るいねって言ってた。確かに。そう、なんかもっと夜っぽいイメージって言われるかと思ったら、いや、明るいね。なんかでもシティポップ感っていうか、なんかちょっと渚を感じる感じありません？あのギターのやっぱリフとか、ソロ、ギターソロのとことか。確かに、うん、あ、そういう風に聞こえてんのか。夜さんももちろんダンスホール感もあるけど、爽やかだし、夏に確かにぴったりなサウンド、うん、なるほど、になってもいるかもしれないですね。そうですね、うん、そういう意味ではなんか、あ、そういう捉え方もあるんだと思ったし、うんうんうん、あれミュージックビデオもどうでした？楽しかったですね。あの回るやつやばくなかったですか？あ、やばかったですめっちゃ速い、地味に速いみたいな。そう、こうカメラが真ん中に置かれてて、台でこう回っていくんですよね、こう撮ってるでここに自分のパートになったら入ってくださいって、うんうんうん、でこう回っていって、ここについていって、終わったら抜けて、力ずつぎの人が出てきて、ね、走りまくりましたよね。あれはなんか自分、それこそなんかアトラクションみたいな、わかる。でも、まず本当プロなんだなって思いましたよ、もう一発目から。こんなんかもう、なんかキラキラ出てました。出てないです本当にマジで。いやいや、僕もなんか
メンバー以外とミュージックビデオを撮るっていうことがあんまりないんで、はい、なんかすごい新鮮で、あ、特にこうソロアーティスト名義でもうん、うん、まあ、あの以前に谷由紀くん の、はい、運命っていう曲でなんかコラボミュージックビデオみたいなの撮ったことあるんですけど、はいはい、なんかすごい新鮮で、うん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 、なんか面白かったですね。アトラクションやりました。あれは楽しかったです。かなり楽しかったですね。いやでもすごいいけた仕上がりになりました。なりましたね。含めて、いやー見ていただきたい。いやもうぜひ見ていただきたいです。あの821に発売で、うんうん、あのそう821に発売なんですよね。はい、あのシングルが出ます。あれはパッケージ？うん、配信なの？配信です。配信でタイトルがハッピーエバーアフターっていう。ハッピーエバーアフターというエルさんの楽曲も同じ、はい、同日に配信リリースということで。これ本当に偶然。偶然。衝撃的な。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。どんな曲になってるんですか？せっかくなんでぜひ。あ、いいんですか？もちろん。ラブトランジットっていうあの恋愛リアリティ番組のシーズン2の主題歌になってるんですけど、まあ、ちょっとやっぱあれってなんか元カレと元カノ何組かで一緒に生活するんですよ。でなんか再び恋に落ちるのか新しい恋に進むのかみたいな番組なんですけど、なんかその、まあ、ちょうど恋の真ん中にいるような感情を書いたバラードソングになってます。ぜひ聴いてください。絶妙な曲になってそうですね。ちょっと聞きたいんですけど、うん、このバンドやられてるじゃないですか。ちょっと待って、それはそんなって触れるほどのものじゃないですよ。なんか結構そういうなんかコラボもやられてません？なんかダンスチームとのコラボとか。あ、ガンミ？そう、ガンミとのコラボとか。ガンミと、はい。そう、俺バンドも衝撃的で。バンドはなんか音楽デビュー、まあ、エイルで活動し始めても6年目ぐらいなんですけど、なんか、はい、やっぱもっと自由っていうか、もっとふざけ倒したいみたいな。やっぱフロントマン一人ってなんかこう、私ステージ結構に苦手っていうか、こう得意ではないんですよ。なんかこうあんまわーって見られたりとかするのが。だからなんかもっとその時すごくそれを感じて歌っちゃうことが自分の中ではなんかもっと直していきたいところなんですね。でもっとその時に音楽としてライブの中に入りたいみたいな気持ちがあって、はいはい、で一応あのこのバンドは私は、まあ、ボーカルもやってるけど鍵盤と、まあ、マニピュレーターやってて、はいはい、なのでなんかこうちょっとミュージシャンとしての自分の一面を磨いていきたいなという気持ち。めっちゃいいっすね、それめっちゃ良くないですか？鍵盤とマニピュレーターやってるってめっちゃいいっすね。できてないんですけど、最初リハで音出なくて、あのマニピとかめっちゃむずくて、その回線とか。あれむずそうっすね。そう、私なんかみんななんかここのここ出すだなんか止めてみたいな、出さないで、このデータだけミュートして、そうそうそう、待ってくださいよ、待ってくださいよってなりますよね。そうそうそう、大変でしたけど、あれマニピさんに言う側は結構言いますよね、うん、普通に。私も今まで普通に言ってました。ね、ね、ここなんかちょっとここ出してほしいとか、あと逆にこれ出てないんですか、そうちっちゃいですみたいな。本当賛成しました。このデータ足りてます。そうそうそう、もうあるあるね、あんな一曲で膨大な量、ね、膨大な量があって、それをまあ整理して、ね、じゃあ曲出しと鍵盤をやってるんですか、うん、バンドで。そうだ、歌も半分歌ってるからなんか熱いそう、でも楽しいです。なんかこうなんだろうね、なんか違うポジションでやってる感じなのかな。なんかサッカーで言うと普段フォワードなんだけど、ちょっとディフェンスからとちょっとサイドバックぐらいからやってみようかなみたいな。まさにそんな感じで、なんか新しい発見もあるし、なんかすごい楽な気持ちで音楽できるのが面白くて、でもそういった意味ではやっぱソロとグループではかなり心境は違うものですか？そうですね、グループの方が逆にポジションが決まってるから、うん、あなんかだし長いしやってきた時も、うんうんうん、なんか妙な安心感はありますね。へー、ソロの方がなんかいいな。なんか今日もそのソロの収録だったじゃないですか、はいはい、なんかこうあれ俺これでいいのかなみたいな、なんかまだもっと多分できることあるんだろうなみたいな、あなんかなんとなくこうその雰囲気で持ってるっていうか、へえ、多分もっとソロだったら逆に仕掛けられることあるし、意外と多分自分がまだまだまっさらなんだなみたいな感じもしました。おお、ぜひね歌詞を書く、いやそうなんですよ、こ
とやってほしい、聞きたいです。そこまで言っていただけるの、なんかコツあります？もう書けると思いますよ。絶対書けますよ。ですか、なんかメロディーがあれば、狭い部分か広い部分か。だってもうテーマが自分の中ではっきりされてるじゃないですか。こうだって届けたい人まで最初からあるじゃないですか。天気雨の時もやっぱりそれは普通ないですもん。歌詞が書けない人はそういうのが全くないです。その自分が届けたい人とか、こういう曲を歌いたいみたいなものが何でもいいっていう人はいるんです、本当に。なるほど。だから本当に向いてると思います、歌詞書くと。言葉がすごく綺麗だから。聞きたいですよ、ファンは。誰聞きたいですよ。いやそうですね、確かに。いやちょっと本当にトライして、ぜひ。ちょっとやっとここから自分のソロもスタートしたなって感じなので、うん、ちょっとここからいろいろ挑戦していきたいなと思います。頑張ります。あとなんか僕に聞いておきたいことがあります。もう一個だけ、なんか、なんで私だったのかなっていうのずっと気になってて、でも恥ずかしくて聞けないじゃないですか。どうなの、私をどうして作詞曲頼もうって思ってくれたのかが分かんなくて。ずっと聞いてくださってたからなんですか。ずっと聞いてたし、なんだろうな、やっぱ女性アーティストと、で、なんかやっぱ自分の中でもその自分が聴いてて自分のこうその好きな世代といろいろこうコラボしていきたいみたいなのがずっとあって、なんかその中ですごいなんかこう来たな、あ、このタイミングだわ、なんかこう結構そういう時は直感もあって、嬉しいです。あ、もう絶対こうだなみたいな。で話していって、このポニーキャニオンさんのエレベーターの下で会いましょう、会いました。一緒に会議室に入りました。こんにちはとか言って、そうすぐ遅刻するんで、あ、なんかこっからもう、あ、絶対楽しくなりそうだなと思ってたんで。でも本当にすごいいろんな流れで出来上がった天気雨だったし、そうですね、今夜はブギーバックもこんな形でご一緒できたんで、いやありがとうございました。本当メモリアルなタイミングでした。また何か来たら夏のマティーヌで、そのままで、そのままでお願いいたします。はい、ということで、今週はここまでとなります。女性 FM 通常は、いろいろな FC サイトコンテンツでもお送りしておりますので、興味を持っていただいた方はぜひそちらもチェックしてみてください。アイプレイフルカテセルカでした。バイバーイ。エリクさんでした。ありがとうございました。